はい、どうも皆さんやってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ今回はですね、最近僕ハンマーにハマっているんですけれども、こちらのハンマー最終強化完成するということでね、使っていこうかなと思うんですが、いろいろ性能もね見ていこうと思います。こちらニリーホンソオでございます。素の性能はこんな感じで、まあ空毛もまあそこそこ、いやまあちょっと短いけど、まあある程度あるっていう感じで、あのリーチ局長です。で天翔属性のこちら、いやー強いなと、やっぱり強いなって。僕はあのこれで初めて天衣のね、あの最終強化の武器作るんだけど、まあ今まで持ってなかったんで、ハンマーねやっぱね持っておきたい、ずっと欲しい欲しいってずっと思ってたので、今回ね作っていこうと思います。ティガレックスの素材なんでね、ちょっとまあ袋なかったんですけれども、なんとかね生放送の時に協力してもらいつつ、で僕もさっきこう1時間半で6個袋を集めて、なんとかあのできたんで作りたいと思います。はい、できました。はい、こんな感じですね。シジルだいぶ入れてるんで、あのあれなんですけれども、今回ねこれをねまあ試し切りしていきたいなと思うんですが、いろいろ候補がいるんですけども、うまく撮れたやつを動画にしようと思います。いきます。はい、今ですね、調査依頼のねエスピナスのクエがあるんで、まあこれでやってこようかなって思います。頭破壊どんだけ楽なのかなっていうのと、まあ風圧と耳をこいつはねやってくるので、まあちょうどいいんじゃないかなってことで、いきます。装備はこんな感じですね。まあ、耳栓と風圧を入れてっていう感じで、まあ、激化性強化みたいな、そんな感じでございます。まあ、スキルは大体こんな感じ。一点突破入れたかったけど、ちょっと今の現状だとちょっと厳しいので、まあ、なしでございますが、頑張っていきたいと思います。ちょっと、遠いか。あ、ちょっと遠かった。ちょっと始めるのが早かったな。一応ね、ため移動術3入れてるんだけど、なかなか。で、これで風圧入ってるから大丈夫と。いいね、風圧やっぱ入ってると全然違うな。ああ、頭全弾ヒットした。345、どうだ。おーおー、すごい。おお、局長当てやすいね。あ、これは、あ、ちょっとミスったミスったよ。方向キーから先やっちゃったよ。いや本当にいいな、ハンマーこれ。いや、アズラク超使いやすいわこれ、強い。やっぱ2リーだよね、やっぱ安定の2リーだよな。ちょっと切れ味にね、ちょっと切れ味はあれかなって思うけど、やっぱ安定だよな。よいしょ。いやー、いいねー、いいよー。ちょっと危ないけど、よし、オッケー。あ、どうした、自分でなんかやってる、自分でなんか、もう壊したの、すげえすごいんだけど。超やりやすい、何これ。いや、ハンマーやっぱね、初期転移特に相性いいやつらばっかだったと思うんですけども、これはエスピナスはマジでハンマー素晴らしいなこれすごい、うわこれはすごいな。まあ星1だけどね、確かにこいつは星1なんだけど、これはすごいですね。ワンチャン終わっちゃうんじゃないの。いや、さすがにそんなことは、ああさすがにね、びっくりびっくり、怖い怖い怖い。でこの辺しっかり避けてあげて、であとはよいしょ、ほい。いや局長すごい当たるねこれね、すごいね、すごいなすごいな、マジですごいな。毒なってない、大丈夫。あ、危ない、ちょっとそれは怖いよ。でも意外と切れ味も持つし、いいね、意外と持つな。消費特攻使ってなければ割と持つ。あー、ミスター。あ、終わった。はい、ということでこんな感じでございました。攻撃力はどんぐらい ?9890。まあ、この前のあれと一緒か。まあ、ちょっとシジルがね、ため移動術3とスタンチも入れてるんで、なかなか攻撃属性に振りにくいってのがあるんですけれども。いやー、いいですね、アズラックね。いやー、強い。まあ、ニリー本草ってやつですけれども、こんな感じでございました。あのね、ぜひあの祭り勝ったら、あの、作れますので、ぜひぜひ作ってみてください。ということで、今回はこんな感じでご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますので、よろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次の動画でお会いしましょう。グッドバイ、バイバイ。ハンマー楽しいですね。